おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回はなおちゃんとレコさんが口論になってしまいまして、でなおちゃんがヒステリーを起こしてるんじゃないかみたいな周りになってるけど、そういう喧嘩してる場合じゃないよってなってるんだけど、なおちゃんは何かちゃんと確信を持ってその発言をしているっていうのは私には分かっているので、それを頑張って引き出して応援していけたらなと思っております。レコさん、ここは人形のあなたに犠牲になってもらうしかないんですよ。では続きやっていきましょう。三島先生のモニターを破壊した犯人はレコちゃんです。私は見ました。そうだ、これまず引き出そうか。じゃあ何か理由があると思ってました。だから自分の胸にずっとしまい込んでいたんです。これを詳しく聞くべきなのか。いや、聞こう。続けてください。三島先生と話し終えた私はモニタールームから離れ二度と行かないと心に決めました。でもどうしても耐えられなくなって、もう一度先生と話したくなって、ダメだって分かってても足は勝手にモニタールームへ。ですが入ることはできませんでした。ガシャンという音が響いたんです。私はとっさにリビングに身を潜めました。モニタールームからは腕から血を流しながら現れたレコちゃんの姿、その拳には何かの破片が突き刺さってたように見えました。そうだよ、なんかレコちゃん嘘の間に入る前に血出てるなーっていうのに気づいたっていう描写が確かあったはず。サラちゃんからってことは、それが本物か偽物かを見分けるものなんじゃないか。傷一つないんじゃない、今のレコちゃんに。怖くなって固まってしまった私の前をレコちゃんは気づかずに通り抜けました。その後モニタールームへ入った時には三島先生はもう、っていうか拳で割ったんか、モニター。すげえな、レコちゃん。きっとレコちゃんは力いっぱい殴って破壊したんです。でもレコちゃんは隠し続けています。今思えばその時くらいからずっと様子がおかしかった。一体何を隠してるんですか。ナオさんの発言は本当なのか。一体それを確かめるためにはあの人に話を聞くべきかもしれない。え、刑事さん、カンナ、ソウ、カンナちゃんとソウさんに話を聞く意味はないだろう。刑事さんはレコちゃんと二人で話をしていたことがあるから、刑事さんかな。刑事さん、モニターの調査はあなたがしてましたよね。サラちゃんがその話を重要視するならおまわりさんも話そうか。モニターを壊した犯人はレコだ。おまわりさんも見たよ。なんだって。時が進んだ。これは必要だね。セーブしよう。刑事さん、聞きますよ。こんな話をしてる時間はあるのかね。え、で、ちょっと待ってよ。俺は全く覚えがねえよ。これじゃあ刑事さんとレコさんでバトルすればいいか。証言しよう。確かに三島先生のモニターを割ったのはレコだよ。はあ？レコ、もう自分から言った方がいい。これ以上の脱線は無駄だ。いや、レコさん、このレコさん本人は多分本当に知らないんだと思うんだよな。何言ってやがる。隠す必要はないさ。そうだろ。どういうことですか。
ナオちゃんが事件を目撃してロビーに隠れた時、おまわりさんも目撃して景品交換所に隠れたんだ。位置が良くてすべて見ていた。レコと三島先生のやりとりをね。なるほどな。他に情報はないのか？少しだけ。ですが、あなたが満足するほどの情報はないと思いますね。仕方ねえさ。その上で、ずうずしいお願いなのですが。なんだよ。話してみなよ。話し終わったら、私を破壊してほしいのです。ああ、やっぱり三島先生がお願いしてたんだな。私はそれを刑事さんにお願いしたもんだと思ってたけど、レコさんだったか。無理言うなよ。情報を隠したりはしません。そうじゃねえ。ナオが悲しむっつってんだよ。二度とあんたに会えなくなるじゃねえか。だからですよ。え？ナオさんは決意しました。もうここへ来ないと。一人で歩いていくあの子の決意を揺るがせたくないのです。私がいなくなれば誘惑は消えます。わかんねえよ、そんなの。あんたは？会いたくねえのかよ。会いたいですし、死にたくもないです。死？私を作った人たちは、よほど天才なのでしょうね。恐怖という感情まで、プログラムされています。感じるんです。死への恐怖を。モニターを破壊すれば、私は消えてなくなる。私は、とてもそれが怖いんです。じゃあ、ナオさんの決意を台無しにするのは、死よりも恐ろしいのです。お願いします。レコさん。ナオの恩師に狂気を向けるなんて、私には。それでもレコは三島さんの望みを聞いた。やりきれないような表情で拳を振り抜いたんだけど、ナオちゃんに告白するのはできなかった。そんな、なんで教えてくれなかったの？レコちゃん。私は、レコちゃんを疑って。ナオ、刑事、お前ら一体、何の話をしてるんだ？やっぱりか。何？俺、マジでそんなこと知らねえよ。一体誰と間違えてんだ？レコ？大体そんな傷跡、腕のどこにあるっつんだよ。このグローブの下とでも言うのか。見せてやるよ。そう言うとレコさんは、両手のグローブを外した。傷一つない、綺麗な手がそこに現れた。傷跡が、ない。あんな血が出てたのに、数日でここまで綺麗になるわけがありません。お前ら、マジで俺の偽物でも見てたんじゃん。違うんだよ。レコさん、あなたが偽物なんだよ。偽物？いるんじゃない？偽物。どういうことですか？言葉通りだよ。深い傷が突然治るなんて。ありえないでしょ。三島さんのモニターを破壊したレコさんは、偽物だったんだよ。違う、逆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 ！
何を言ってるんだ。おかしな流れになっている。大体そんな話を今する意味はあるのか。どうせ状況は袋小路だよ。ねえサラ、ゾワゾワしない？この不可解な謎を残して話を続けるの。私は、わかりました。この話は重要です。偽物がいる可能性、話し合ってみましょう。進展。とにかく俺はモニターを割ったことはねえ。話がさっぱりだ。モニターを割ったレコさんは誰かの変装だったってことですか？口調や受け答えもレコ本人としか思えなかった。声ももちろんレコそのものだったけどね。腕に傷がついている人物、それが偽物さ。でもレコちゃんのふりをして三島先生に会いに行く理由なんてあるんでしょうか？え、これ誰だ？ちょっとこれ時間無駄にできねえんだけどな。くわー、セーブします。でもこの議論にアリスさんが入ってこないのは何なんだ。ちょっと待てよ、誰から引き出すかを考えよう。声ももちろんレコと同じ。誰かの変装、これは違う。これが偽物。でもレコちゃんのふりをして、うん。モニターを割ったことはね、話がさっぱりだ。引き出していこうか。ちょっとソウさんの話引き出すか。いいかい？レコさんは拳でモニターを割ったんだ。傷がついているとしたら、手の甲、かな。だったら傷を隠せる人物がいるよね。それは、ケイジ、カンナ、ソウ、ナオ、ギン、アリス、ノエル、ハンナキ。え？誰が手袋してたかな？ケイジさんしてない。カンナちゃんも違う。ソウさんも違うでしょ？で、ナオちゃんも違う。ギンくんは、まあ、小柄だから無理。アリスさんも素手でしょ？ノエル、ハンナキ。ノエルか？え？他誰？だって銀くんぐらいしか、ワンちゃんのさ、猫ちゃんなのかわかんないけど、手袋をしてる人いなくね？ノエルってどうだったかな？ノエル？着せ替え人形ノエル。彼の手には確かにグローブがつけてある。そういえば彼は、男性のようだけど、レコさんと体格が似てるね。いや、いらねえ、この情報絶対ちげえもん。あー、ちょっと待って、わからん。ちょっとこれ以上銀くんをさ、もう追い詰めたくないっていうか、殺したくないから、慎重になってしまう。ちょっと考えさせて。レコさん、え？違うな。ソウさんの話を引き出して、これと関係がありそうなことって、その誰かの変数誰かの変装ぐらいか。カンナちゃんから聞くか。大丈夫か？カンナちゃんから、え？大丈夫かな？聞くか。確かに、レコさんは素顔じゃない分、同じメイクをして顔を似せることは、できます。でも、着替えは盗まれないように厳重にして、寝室に保管したとレコさんは言ってたんです。あ、その顔かわいいね。服を入手できない私たちの中に着せ替えができる人なんていません。着せ替え？そういえば着せ替え人形という言葉を何かで聞いたな。うん。じゃあここで討論か。じゃあ、これでレコさんの話に行くのか。本当に行くか。頼むよ。レコさんの服を入手できる人物はいるよ。と言っても、レコさんの個室に入れない僕らじゃ、着替えを盗むことはできない。でも、着替えは持参したものじゃない。誘拐犯が用意したものでしょ？あ、そうさ、ノエルとハンナキーなら、
誰の服でも用意することができる。体格も似ていて、手袋で手の傷を隠すことができる人物は、着せ替え人形ノエル、君だよ。まさか、ノエルさんがレコさんの偽物だったんですか？なるほど。着せ替え人形っていうくらいだ。完璧なモノマネができる特殊な能力があってもおかしくは。ああ。あ、ほくさ。おお、無駄なおしゃべりが好きだね。教えてやるよ。あの時のレコは本物だ。何？俺が生きた人間の服なんか着るわけないじゃん。惨めに死んでいくかわいそうな人間の服を着るのが最高に気持ちいいんだ。わかるかな？だったら、その手袋の中を見せてみたらどうだ？いいよ。すると、ノエルは簡単に手袋を脱ぎ、傷一つない手を見せた。満足したか？そんな、やっぱり偽物なんていなかったんです。私たちは、いたずらに時間を浪費しただけ。そうでもないさ。おまわりさん、だんだんフロアマスターについて理解してきたよ。はあ？オエミーにしてもそうだった。君たちの共通点、それは肝心な部分では嘘がつけないんだ。はあ。だからあえて話題に触れて、巧みな話術で話をそらす。でも、気づいたよ。何が？ノエル、あんたはさっき、あの時のレコは本物だって言ったね。あの時のレコは本物って言ったね。ああ。偽物なんて存在しないと。なぜそう言わなかった？ああ、言い忘れたなら、もう一度チャンスをあげるよ、ノエル。てめえ。言えないなら白状したのと同じだ。猫の偽物は存在する。なんだと？そして、この最後のアトラクションとも、関係がある。へえ、根拠は？これは、刑事の直感さ。大した説得力ですね。感じるのさ。レコの手の傷は、人工知能の三島さんが残してくれた、たった一つの手がかりだ。彼の念が、おまわりさんたちに光を与えてる気がするんだ。刑事さん。しかし、レコさんの偽物がこのアトラクションと関係あるなんて。いいかい、サラちゃん。手に傷を負ったレコが本物だったなら、誰が偽物なのかってことさ。そう、ですね。え？それは、手に、傷がないレコさん。それって、まさか。目の前にいるこのレコさんのことでしょう。目の前のレコさんが、偽物？はあ？バカなこと言うなよ！ですが、ノエルはモニターを殴り破壊したレコさんを本物だと言いました。なら、その時の傷がないあなたは、偽物だということになります。はあ？なんでそうなるんだよ！私だって考えられない。目の前の人間はどう見てもレコさんだ。
それでも、深い傷のことを気のせいかもねと見逃せるようなことはできない。理屈で考えれば、この人は偽物ってことになってしまうんだ。本物であることを証明できますか、レコさん。ちょっと待てよ。本気で疑ってんのか。俺はレコだ。どう見たって本物じゃねえか。頼むよ、サラ。妙な意見に惑わされないでくれ。俺たちは友達だろ。初めて信じられる仲間ができたと思って、俺は。なら、証明を。いい加減にしなさーい。ふざけないでちょうだい。それ以上レコをいじめるのはやめて。証明なら兄貴の私がするわ。その子は本物のレコよ。根拠は何ですか。実の兄の目よ。間違えるわけないじゃない。刑事、あんた結局ノエルに騙されてるのよ。何？あの時のレコは本物、今のレコも本物、そういう意味でノエルは言ったの。これはトラップよ。レコを陥れるためのね。なのにあんたたち、レコを犠牲にしてキーを助けようって思ってんじゃないでしょうね。アリス。いいか、聞け、指導員サラ。俺はパニックになってるわけじゃない。冷静に判断してるんだ。変装なんかで俺の目をごまかすことなんて不可能だ。立ち振る舞い、わずかな仕草、体格、すべてにおいてその子は本物のレコだ。20年も見続けてきたんだ。メイクの上からだって正体を見破れる。頼む、信じてくれサラ。アリスさんはじっと私の目を見つめる。嘘じゃない。聞いちゃダメです、サラちゃん。きっとこれは偽物を見極めてキン君を救うというアトラクションなんです。じゃないと絶対に誰かが犠牲になってしまうじゃないですか。それは確かに。だからあの偽物を落とすしかないんです。の進展。もう迷ってる暇はないんです。そこの偽物さんを落とさないとキン君は救えません。なお俺をはめようとしてるのか。そこにいるレコは本物だ。変装した偽物かどうかなんて兄貴の俺にはわかる。今のレコさんが偽物だとして、本物のレコさんとはどこで入れ替わったというんですか。レコさんが一人きりになった時しか入れ替われないよね。そんな時間帯あったのかな。それに大きな問題がある。誰が偽物の正体なのかだ。いやー、セーブします。これどんぐらい時間残ってんの。これ間違えられないんだよ。いやー、これに関してはね、レコは変わったって最初アリスさんは言ってたんですよ。そこからレコは変わってなんかいなかったっていう意見に変えてるんですよね。だからやっぱり昔のレコさんに戻っているんだよ。条件は揃ってんの。ノエルが言ってた情報とこの今の状況はね、揃ってるんだよ。性格は半年ごとのアップデートしかできねえって言ってたんだよね。だから半年前のそのアリスさんが逮捕される前のレコさんと性格が同じなんだよ、きっと。今のレコさんとね。で、記憶は一日で最新にできるから、今までの記憶はいつでも言える。けど、一日かかるから、モニターを破壊したっていう情報は、レコさんには記憶されていないんだよ。っていうのは分かってるんだよ。それを、どういう風な議論展開で引き出していけばいいのかっていうとこでしょ。ですな。これはな、
ちょっと待てよ。みんなの話聞こう。猫さんが一人きりになった時にしか入れ替われないよね。そんな時間帯あったのか。今のレコさんが偽物だとして本物のレコさんとはどこで入れ替わったのか。大きな問題がある。誰が偽物の正体なのか。偽物を落とさないと銀くんは救えない。俺をはめようとしてるのか。うわあ、これはちょっと待ってよ。どこでレコさんが入れ替わったのかについては嘘の間なんだよな。絶対にあのグローブが何よりの証拠で、ってことは嘘の間ってことを証明するにはこれを使うのか。いやでもな、ちょっと待てよ。引き出して討論させるにも誰を討論させるかなんだよ。誰が入れ替わっ、ん違うな。どこで入れ替わったか。幸せの蜘蛛の糸をカンナちゃん、いや、ソウ君にぶつけるのか。いや、もう、怖い。行動するのが怖い。私の何か間違った行動を一つで銀くんが犠牲になると思うと、本当に無理。どうしよう。いや、これ使うんじゃないかと思うんだけどな。使うか。これだ。よっしゃ。さっきちぎれたこの幸せの蜘蛛の糸、これはレコさんと一緒に嘘の前へ行った時手に入れました。そうだ、あの時私が幸せの蜘蛛の糸を手にしたら電気が消えて、うわー、レコさんの叫びが聞こえて、先に部屋を出た私の手にはレコさんのグローブだけが。その間わずかな時間だけど、嘘の間ではレコさんは一人きりだった。そして出てきたレコさんの両手にはしっかりグローブがついていた。そうだったんだ。嘘の間から出たあの時、レコさんはすでに入れ替わってたんです。嘘、あ、嘘の間の嘘は、幸せの蜘蛛の糸だけではなかった。偽物を送り出し、混乱させるための誘拐犯の罠。なるほど。ただダミーアイテムが置いてあるだけの部屋じゃなかったってことだね。ねえレコさん、そろそろ認めたらどう。それともサラさん相手に否定する気じゃないよね。ダメよレコ、反論してちょうだい。違う、俺は偽物なんかじゃない。大きな問題が一つ残ってるじゃねえか。俺が偽物だって言うなら、正体は誰だって言うんだ。ここには俺たち9人はもちろん、ノエルとハンナキーもいる。成り変わった人間がいるなら、その分人数が減ってなきゃおかしいはずだろう。確かに。ノエルさん、教えてください。カンナたちがまだ出会ってない人が、この階にいるんですか？はあ？答える義理なんてないけど。いませんよ。ハンナキーが答えてくれんの？皆さんが出会ったことのない人間は、この舞台に登場しません。そんな。わかっただろ。成り代われる奴がいないんだったら、偽物なんてありえねえんだ。そんなはずはない。あと一歩まで来たのに。偽物の正体が、わからない。指導員サラ、もう疑うのはよせ。アリスさん、私だって
実の兄弟を見間違えるなんてあるはずないとは思ってる。けど、いや、待て、やっぱり私は揺らいでいるのか、とんでもない考え違いをしてるんじゃないかって。刑事さんも混乱している。カンナたちの出会ったことのない人が正体じゃないなら、まさかこれまでに犠牲になった人が。バカな。でもこれ以上悩んでたらキン君が偽物さんを落とさないと。なお、俺が偽物ならサラだって偽物かもしれないんだぜ。え？さっき言っただろ、嘘の間に入った時俺とサラ二人一緒だって。俺だけが偽物とすり替わったって、どうしてそう言えるんだ、ナオ。それはナオさん、言いくるめられちゃダメです。サラ、お前は俺より銀を選んだんだ。くそ、信じられねえ、俺はお前を信じてたのに。ナオ、騙されるな。サラはお前を騙して二人で俺を突き飛ばそうとしてるんだ。あなたはレコさんじゃない、偽物だ。ふざけないで、あれは本物のレコよ。ナオ、頼む、お前にかかってんだ。偽物はナオさんに取り入って身を守るつもりなんだ。だったらもう正々堂々言い合うしかない。レコさん、一対一で話しましょう。サラ、勝負です。私が間違っているなら、正論の刃で切り裂いてください。やってやるぜ、サラ。お前の曇った目、覚ましてやるよ。今ここにいる俺が、本物のレコだったことを、認めさせてやるからな。